スラウェシ島地震とは、2018年9月28日18時2分43秒に、インドネシアのスラウェシ島中部スラウェシ州、ドンガラ県、パルの北 78km を震号として、発生した、モーメントマグニチュード7.5の地震。世界でも、例のない、液状化現象による、大規模な被害が発生し、地滑りによると見られる津波も発生した。 本震の発震機構は南北総行の左横ずれ断層型と推定されている。メカニズム界及び余震分布から震源断層は左横ずれ断層であるパルコロ断層とみられる。この断層はスラウェシ島北西沖からパルを経由してスラウェシ島中部まで北北西から南南東に伸びる形で分布している。この断層の平均変異速度は32から45。 ミリメートル、年と非常に活動的であり、スンダプレートとモルッカ海プレートのトランスフォーム境界とされている。M7.5 の本震の約3時間前に M6.1 の地震が発生しており、この全震によって1人が死亡、10人が負傷が報告されていた。この地震によって、ドンガラやパルでは海星メルカリ震度階級9が報告されている。 パルシサウスパルのペトボ地区など3地域で液状化現象による大規模な泥流が発生した。これによる被害地域は計5平方キロ以上で、いずれも傾きが一度程度のなだらかな斜面であり、場所によっては1キロ以上も地面が水平に移動、幅1キロ、長さ3キロにわたって流動した。この現象は地下水圧が高い地層が影響しているとみられ、 地震前から棒を刺すと水が出たこともあったという。現地を調査した東京大学准教授の清田隆は、水圧の高い地層の上を、普段は粘土層が蓋をする形となっているが、地震によりこれが崩れ、地下水の上昇が続いて液状化が止まらなかった可能性を指摘した。なお、日本で同様の大規模な地盤流動が発生した記録はない。地震発生直後に、 中部スラウェッシ州と西スラウェッシ州沿岸に津波警報が発表されたが1時間後に解除された。その後パルで2メートル程度の津波が到達している動画や画像が SNS 上に上がり津波が発生していたことが確認された。インドネシア国家災害対策庁の報道官は今回の地震による津波が最大で11.3メートルの高さに達していたと発表した。津波は 海岸線から約468メートルの内陸部まで達したという。この地震の発信機構は、左横ずれ断層型であり、普通は大きな津波を発生させない。パルワンで大きな津波を発生させた要因としては、沿岸や海底で発生した複数の地滑りによるものの可能性が高い。津波の到達時間が通常よりも早く、浸水範囲が 海岸から100から300メートルの範囲に限られていたことは原因が地滑りである可能性を示している。港湾空港技術研究所の笹正氏によるとこの津波の原因となった地滑りは液状化によってもたらされたもので沿岸部の少なくとも5カ所で痕跡を確認したという。一方、湾内の海底の大半が地震によって陥没した形跡があり、 これが津波を発生させた後の研究報告もある。地震、津波、液状化現象による大規模な泥流により4340人が死亡し667人が行方不明となった。政府は同年10月12日に大規模な捜索活動を打ち切った。パルで発生した大規模な液状化現象により住宅は流されながら倒壊したり押しつぶされたりした。 中部スラウェッシュのパルやドンガラでは地震発生直後に停電が発生した。また通信基地局500カ所以上が被害を受けた。パルでは病院やモスクのほとんどが崩壊した。また5階建てのショッピングセンターモールタツラが崩壊。その他のショッピングセンターも崩壊し数十人が閉じ込められた。8階建てのホテルロアロアホテルも地震によって崩壊した。 パルを象徴的する建造物であるパル川川口付近に架かる橋、パル橋4も地震と津波によって崩壊した。パルのムティアライイ i s、IS、アルジュフリー空港では滑走路に約500メートルの亀裂が入ったほか、管制塔が崩壊したことから空港を一時閉鎖した。スラウェシ島にある3カ所の刑務所から受刑者およそ1200人が脱獄したことを明らかにした。 パル、神戸国際支援機構、被災の子ども施設建造着工。ありがとうございます。